ございます。着替えました。今日のコーデはチャイハネです。もうね、私チャイハネばっかだよ。もうアクセサリーもこんな感じです。魔女ですね。いいね。行ってきます。あれ、ルミキ行ってきます。こういいですね。キーさん、どこまで行ったの？早い。おはようございます。おはよう、マチョ。韓国、何日目？4日目です。4日目の朝、南大門市場へ行きます。あ、徒歩で。グレイスリーホテルからは徒歩で行けるんだよね。何分で？近い。ヨンドンより近いんじゃね？ヨンドンより近い。近いです。行ってきたいと思います。雨止んでよかったね。よかった。入り口のゲートがあるんですよね。へぇー。1、2、3、4、5、6、7、1の右の方が一番。いや、あの前のわちゃわちゃしてるところは靴下かな。パンツ。リアカだから出てるのはグレアジオ。文房具屋だって聞いて張りたいとかって言うたよ。あ、靴下出てます。お、見たい。あの、あれですよ、いろんなシャネルとかパロ靴。あ、でもアサスリヒートなんか前買ったんだけど、赤すり何やろ。赤だらけだよ、ママ。まだないね。なんかね、ジャスティンのドロー、なんだっけ、ジャスティンのブランドの靴下みたいな。ヒートやばくない？うん、ヒート、あ、ちょ、うわ、人参やつあるよ、ヒート。食べたじゃん。高麗人参。ごぼうみたいなやつ、苦い。やだ。あの、サムゲタンの時の苦かったのがいっぱい展開されてるところだった。ヒーちゃん、帽子コレクションほらできるじゃん。まあ、午後の4時、5時ぐらいになったら、また屋台がいっぱい出てくるんですよ。あ、そうなの？だってよ、ヒート。時間が今早いから、早いだけど。帽子屋さん。メガネ屋さん。いちごグミ。この紐、私の携帯さ、つけれるんだよね。うん、あ、つけれない。あ、これ、これしかない。ここ一箇所。紐があるじゃない。ここに？で、これを買って中に入ったら作ってあげますよって。ああ、そういうこと？紐を選んでました。なんかある？ない。ない？携帯ケースだね。行きましょう。何もなかったんです。なんかすごい並んでるね、もう。めちゃ帽子屋。
Hello, look at the Korea hat. Wholesale shop, wholesale price. なんて言ってるんでしょう。日本人？帽子見てよ、姉さん。値段安くしてあげます。日本語うまいな。日本語うまいな。안녕하세요これうちらも日本人だと思って英語で言われた。あ、そっか。あの帽子屋さんのあの人が、うん、ちっちゃい赤の帽子なんか30個から始まって今店を出したんです、何年もかかってキーホルダーを一生懸命やって10年ぐらいここずっと行ってた、ね、ジョンちゃん引いたキーホルダー集めてんだけどさ、キーホルダー買うならどこのお店がいい？韓国の変なキーホルダーでしょ。引いた変なっていうか韓国系の普通のでしょ。ほらああいうめっちゃあるじゃん。ここらしいもの。爪切りキーホルダーとか100円？値段を聞いてみないと。おお、どこまで安くなるからね。あれもある。ヒントほらこっちもある。ここに入ってるのが少し高いね。こうこういうこれ全部セットで販売してる。セット？1個1個箱のやつが1個1個これも1個1個だってよ。あ、これもセットじゃない？ほらこれはそっちでさ、ね、買うわ。ちょっとバラ売りのとこ探そうか。ヒント、なんかセットじゃない？これこれ誰かに配る系で。これ하나씩은살수가없어요。키홀더같은거아그거살수없어요품만큼만하나씩저봐나막았는데그럼세트씩販売시나요다메다히도ここ그러니까세트の中に入ってるのは種類が違うしなんだけど西安のような形で当てるかな。バリオで販売してる。그래그래지금도음악쓰는거너무짧아요. 자, 벤츠니까 자, 시아이레돔의 벤츠 전문이에요. 자, 벤츠니까めっちゃいっぱいあるね。ヒートキラキラ可愛くない？アクセサリーのお、うちらアクセサリー行くんでしょ。お、すごいじゃん、ヒント。